代わりに質問していいですか証拠なく証拠がなく証人がいる盗撮は警察に行って意味があるのでしょうか昨年の話なんですが調べても証拠がいると書いてあったので警察には行きませんでしたよければ教えてください あ僕日中の配信はね、えー、と固定コメントにも書いてあるんですけど通話できないと相談に乗れないんで、はあ、これ通話できますどういうことか声が増えますけどあ全然いいですよ、はい、僕も緊張してるんで、うん、僕も緊張してチンコ震えてるんで今、えー、大丈夫ですお互い様ってことでうんはいもちも,ちもちもっちもしもしもちもちどうもこんばんはおはようございますこんにちはおはようございますどうも はい。え、これでツイキャス切った方がいいんですかねあ、いや大丈夫ですよ。切らない方がいいです。あ,あ切ら、切らなくてもいいです。別に大丈夫っすよ。うん。あ、はい。あの、はい。えっと、会社で、はい。その、服を着たままですけど、はい。あの、お尻を盗撮されてまして、 まあそうですよね会社で服を脱ぐこともないですもんね。えー、<laughs> そうですよね、えーえー、どうしたのどうしたっ,って。<の>えー、でね<え>その、はい、目撃者が3人いるんです。はははい、はいはい,はい、はい、でも、うん、その撮ってた人の、うん。 携帯を見たわけじゃないんで、うん、証拠はないんです。はいはいはい。えちなみにおいくつぐらいなんですか今、その取った人はす。すいません。と取,取った人は。はい。と、五十万円。円お,おじさんですよね当然ね。多分ね。<へ>うん。えでおご自身はおいくつぐらいなんですか。あ、三十八なんですけど。ああはいはい。 なるほど。何なんかこうそういうことをよくやってるおじさんなんですか。いやー、は初めてだと思うんですけど。うん。なんかパシャとか音がしたですか。いや、普通に。はい。なんかあからさまに撮ってるような姿をしてるらしいんです。うん、で、えっ、ー、とあなたにだけなんですか。しかもそれ複数回あるってことですか。はい そうですね。うんけ。そうすると警察よりもまずその目撃した人と一緒に上長にちょっと掛け合ってみたらどうですか相談として。その会社には、うんはい、言ったんですよ。うんそしたら。そしたら、うん、まあ同じ部屋で働いてた人。 となんですけど、はい、その話してはくれて部屋を違うんはい、部屋にはしてもらって社長と社長の奥さんからは次はないからなっていう厳重注意っていうんですかね。 そういうのを受けたらしいんですけど。だとすると、それで十分じゃないかなと僕は思うんですけどね、正直。じゅ、十分なんですかね。うん、対応としては、ちゃんと、それで、次はないからなって本人にも言ってるし、でも、次はないからなってことは、で、それでしかも、えっ、ー、と、場所移動させられたってことは、確定してんじゃないですか、それ。み、認めたらしいです。認めた だったら警察行ってもいいんじゃないですか去年のことなんですけど、もう時間経ってるんですけど。うん、で,もでもそこでお仕事今もされてらっしゃるんですかあなたが。知ってます。うん。だとしたらそれで十分すぎる対応かなとは思うんですけどね、正直。<う>まあ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 、被害に遭った女性としてはやっぱね、嫌かもしれないですけど、 うん、そうですねその場所が変わったって、うん、部屋が変わっただけで、うん、同じ建物の中にいるのでその出会うことが多々あるのでちょっと気分,気分は良くないなと思ってましてうんうん今日のいつ頃の話なんですかそれと<う> 社長とか会社に打ち上げ打ち上げてうんあじゃあじゃあその盗撮の件はいつ頃の話なんですかええと取り取ってることに気づいたのは、うんうん、おとおととしのあそんなに年末から、うん、気づきだして周りの人が、うん、あそんなに何回もってことそ,それを、うん ちょっと間違いなんじゃないかっていう感じでうん、うん、みんなちょっとな流してて、はあ、ででもやっぱりおかしいってなって打ち明けられたのが去年の12、うん、月にちょっと取られてないかなっていうことを言われて、うんうん、あ,あ周りの人が教えてくれたんだそうです一番最初はい ああ、で、それで、未だにそれが気になってると。そうです、ね、ちなみになんですけど、はい。ぶっちゃけ、えっ、ー、と、自分と、その、ジジイと、どっちが会社的に、うん、あのー、必要とされてそうなんすかポジション的に。うん、ちょっと、今、うん、その相手の方の状況は、うん。うん 部屋が違うから分かんないけどけなな、何の仕事をさせればいいのか分からないみたいな感じにはなって、うんうん。ああ、そうなんだとしたら、うん、社長にやっぱりどうしてもあの同じところの空気を吸うのがもう辛いんで、あの、いや、どうしようかな。どうしようかな。これ、この、この釜かけで微妙だな。 社長とつながりが深いというかその相手方が昔からの知り合いだからなんかちょっと情けをかけるじゃないけどもわしから言っちゃったけんこれでこうこらえてくれみたいな感じなのでこれ以上の。 その処置は多分取られないんですよう,ん、うん。でも今後もそこであなたは働きたいわけですよねそうですねあ<ー>まあだとしたら今そこまで自分で理解してるんだとしたら例えば警察にこっから今行ってってなると 話が変わってくるよっていう、あなたが今度逆に言いづらくなっちゃうんじゃないっていうところも正直あるですけどねああああ。やっぱそうなりますね。うん。だから、変な話、例えばじゃあ、警察だの、老基だの、なんじゃかんじゃっていうところに行って、はい、っていうのが、俺は今この状況で得策ではないと思うけどね。ああ うん、だからもう社長がそう、そうやってなんか個人的な関わりがあって、それ以上の措置が望めないっていう状況であって、それをどうしても気に食わないからっつって警察とか外部入れたら、多分、ね、あのー、そこからの風当たりがちょっと微妙になっちゃうでしょっていう。だから俺だったらもうここでもう我慢するか、もう自分が辞める覚悟で、もう警察、 とかかか行くっっていう話かなっていいうう話、ん、どっちかっすかね。うん。はい。だからまあ一応会社としてはきちんと対応はしてくれてると。で、<あ>もう次はないぞっていう厳重注意もしとると。はい、で、移動もさせとるしっていうところで、はい、俺は結構会社としては割としっかりと対応はしてると思うっすよ。あ、そうなんですね。俺としては。からなくて。うん。 だからそれで全くおがめなしっていうんだったらやーべえっすけど一応厳重注意も出してるしもう次もないぞっていう話もしてるしで移動もさしとるしってなったら俺会社としてはまあまああのー、それで例えばじゃあ辞めさせるっていうところの会社もあるだろうけどまあその対応でもまあうんないことはないかなっていう<は>一応対応はし,しっかりしとるかなって感じ。 はいかなと僕は思いますけどね。うん。ちなみになんすか。いい結してるんですかあ。いや、して,してないんです。<laughs> あ、してないですた,ただ相手の好みだったらしく。うんうん、ああ、そうなんですね。はい、うん。え、今日はお休みなんですか。ちなみにお仕事あ、ちょっと体調を崩してて。あ<ー>、えー、あ。うん。なんかでしょうね。なんか声がちょっと暗かったですか。最初から。あ、<laughs> <laughs> してます。<laughs> なんか、普段はもっと明るいんすかはい。あ、本当ですかあよかったよかった。あ俺の時だけちょっと緊張もあるしってことですね。そうですね。ちょっと震えて。いやいや、よかったです。いや、普段からこんな感じで、なんかもう暗いのかなと思ったけど。あ、いやいや、普段は明るいですか明るいと思います。あ、普段は明るい。よかったよかった。なんか、普段からズーンとしてんのかなと思ったから。ちょっとそっちの方が心配だったっす。はい。あ、ざいます。はい、よかったですよかったです。それなら。 でそうですね、まあちょっとクソじじいとちょっとねあったりするの嫌かもしんないですけど。はい、うん。って感じですかね。ありがとうございました。いいえ。はい,はい。すいません。失礼します。はい。失礼します。ということでございました。うん。まあいるからね。変なじじいね。うん。そう。 ねえ、ひ、被害にあ、あった側がこうなるの。いやだから、普段は明るいっつってたやろが。今日緊張してるんやって。うん、<laughs> 本当に。今日は緊張しとるんやってさ。うん。まあ、うん。いや、まあ、いるからね、世の中こういう困ったじじいは。本当にね。うん。なんだろうね。あ、でもおかしいんだろうね。多分ね。うん。もうじじい、やもう本当に会社スマホ禁止とかにすりゃいいのにな。 うん、そう。っていうね。あ悩むってことね。ああ、なるほどね。うん、まあ、ということでございました。<laughs> はい、まあ。皆さんはね、あのー、こういう、こういうじじいを見つけたらね、えー、即座にイラリアとかましてください。